はい、メゲ君です。こんにちは。今日は久しぶりにオートモビリスタ2です。最近アセトコルサコンペティオーネばっかりだったんで、まあ、GT3 車両はね、今時パドルシフトが当たり前なんですけど、まあ、オートモビリスタ2はね、設定のない車両でもね、マニュアルミッションで乗れちゃうんですよね。もうほんと普通に走れます。素晴らしい。でメギ君もね、2007年以来ね、ずっと DCT のねパドルで楽してきちゃったんで、マニュアルミッションがまあ下手なこと下手なことね、もうゲームでもめちゃくちゃ下手です。というわけで、どんだけパドルが便利アイテムかっていうのを比べてみたいと思います。まあ、コースはスパで、今回10ラップ、結構長いです。はい、半分くらい周回したところでパドルに変更してドライブしていきます。車両はマイカーを真似てカラーリングした GTR です。はい、まあレースカーとして見ればね、金でもあまり違和感ないんですけど、これはね、街乗りでね、こんな色乗ってるとめちゃくちゃ目立つんですよね。まあ今は最も純正の白になってますんで、ご安心を。それではスタートしていきます。それではまたね。
はい、お疲れ様です。まあ初心者っていうかミッションがあまり上手じゃないメイクにはやっぱりパドルシフトの恩恵は絶大ですね。パドルに切り替えるとね、スパの周回もね、だいたい2分22秒ぐらいで走れるんですけど、目測ミッションの時はね、27、8秒ぐらいかかってるんですよね。まあ、5秒ぐらいメイクには必要アイテムですね。まあ、なんでこんなに違うかっていうと、ダウンシフトしてる時にブレーキがおろそかになっちゃうんですよね。もう初心者あるあるですよね。まあこうそのおかげでね、あまり奥まで突っ込めないんで、あの AI の車に並びられないんですよね。なんでずっと後ろを走ることになるんで、まあ、タイムがどんどん遅くなると。あとは、まあ、シフトアップしてる時もやっぱり他の車に比べて、まあ、クラッチ切ってシフトアップするんで、なんかやっぱりちょっとストレートスピードが遅いような気がするんですよね。まあ、これね、実車も同じような感じなんでしょうね。まあ、メイク3号で走ってるとね、やっぱり、全然楽ですもんね。ただね、手でパチパチするだけですからね。そこがやっぱり一番楽チンポイントですかね。まあ、でもスポーツドライビングとして考えたらやっぱりミッションの方が楽しいんでしょうね。手足全部使って運転する、まあ、これが車の醍醐味なんでしょうね。まあ、でもね、まあ、お年寄りにはもうクラッチっていうのも難しいです。まあ、FFW とかね、スポーツ走行に朝から行くのはいいんですよ。3時起きぐらいしてね行くんですけどね。で午前中ね、1本か2本ぐらい走ってね帰ろうかなと思うと、もう帰り大渋滞なんですよね、東名はね。まあ、その時ね、3、4とかじゃね、もうミッションでほんと渋滞嫌になっちゃうんで、温泉入ってゆっくりして深夜に帰ってたんですけど、あの3号なら渋滞に突っ込んでても基本オートマなんで、あのアクセルとブレーキ片足でやるだけなんで本当楽ちんですよね。なので結構早く帰れます。まあ、そこら辺がねいいって言っちゃうと、なんだよレースに全然関係ないじゃんっていう話になっちゃうんですけど、まあ、メイク君みたいな人にはそういう使い方もありということでご了承ください。ということでね、まあパドルシフト文明の利器ですね。はい、でも走って遊ぶんだったらマニュアルの方が面白いというところで、まあ月並みな結果でした。はい、ということで無事にピットに戻って、長い長い動画も終了です。まあ、オートモビリスタ2ね、どんどん良くなってますね。はい、まあ今日もね、実はなんだかんだでまたインテル側でドライブしてるんですよね。 AMD あんま使ってないですね。まあパドルしか設定のない車両でもね、マニュアルミッションで走れるっていうのがオートモビリスタ2のいいところですね。まあ、絵がねちょっと綺麗になりすぎて FPS 最近どんどん下がってますね。だいたい60から80ぐらいで推移しますかね。まあ、これリプレイの時ですけど、まあ、前回からね 13900K はね夏仕様でバイオスを設定を変更して省電力化してるんで、随分冷却できるようになってます。まあ、代わりに FPS はね10ぐらい損してますけど、まあこのぐらいならドライブに今のところ影響ないかなと。で GPU も水冷と空冷だとだいたい20度ぐらい違うんで、まあ、これからの夏場は有利に働くかなというところです。まあ、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。